味方をナコルルは。ナコルルが戦いの旅に出るって本当なのか。おい味方、ちゃんと話せ。なんだかわからねえよ。味方、ナコルルを止めるぞ。手伝え。は？え？なんだって？ああ、分かった。任せろ。嫌がるようなマナリじゃないよな。行って早く。急いで。
受け取れないわ。なんでだよ。私はミコだもの。またか。またそれかよ。お前はいつもそれだ。前にも言ったはずだ。俺にとってお前はミコじゃない、普通の女の子だって。そう言ってくれた時は嬉しかった。とっても嬉しかった。だったら。でもそんなのは夢。カムイがほんの少しだけ見せてくれた幸せな幻。違う。違わないわ。あなたの告白を受け入れるわけにはいかないの。私はマカラ、みんなを守らなくてはいけない。分かって、お願い。分かるかよ、んなもん分かるかよ。一緒に走り回った思い出や、雪の森で風邪ひいた思い出や、湖で泳いだり魚釣りしたり、雪うさぎを作ったりしたこと、喧嘩したり泣いたり仲直りしたり歌ったり踊ったりしたこと、一緒にいた俺とお前の全部、お前を好きになった俺の全て、それをお前は捨てろってのか。捨てられるわけないじゃないか。ヤンタム、ミコだからってお前一人で行くことない。俺が守ってやる。そのために俺がいる。だから。背負わなくちゃいけないんだ。行くな。行くなよ。大事なことを忘れてる。私があなたを好きとは限らない。それを忘れてるでしょ。向こうで。ごめんね。私あなたのこと別に好きじゃないの。私を引き止めることなんてできない。そうか、止められないか。無事に帰ってこいよ。
味方？どうしてここに？私は思ったまま口にしただけよ。そろそろ行くね。Thank you.
三日とか。俺はここだ。なんだと？バカだ、あいつは。死ぬために戦いに行ってどうすんだよ。当たり前だ。任せろ、ミカト。ナコルルは絶対に死なせない。